ともかく現在、勝者である人は、今の、オーガさん、には、否定感はないだろう。戦争、それは起きずに、自分は王のままだ。反発する人々はつまり、オーガさんの決定に反するわけで、つまり、戦争を求めている、としたらそれは悪だ。それは勝てない。中華思想の皇帝、それに集中していた何かの特権は消えて、残っているものは悪、そういう扱いにしかならない。しかし、問題はないが、不満はあり、構造には歪み。ビデオオンデマンド、この存在と、その評価内容が、ちょっと今後の懸念では、ある。ビデオオンデマンドとして必要な動画と、利益性、価値、それが高い動画とは違うが、そこ、が混同していて、そしてテレビはまだ、その辺が評価指数だ。今後、王の権威、よりのシステムが侵食してくるとき、圧力が発生する。ビデオオンデマンド側に根拠はないにしろ反発。